まさにおさらいの旅の探し物です。探し物じゃないよ、間違えんとこうと思って間違えるやつね。探し物じゃなくて かくれんぼ、かくれんぼです。スリルがいっぱい、お化け屋敷。ここもね、ここ、あ、そうか、先ほどコメントいただいたのここやったかな。古時計と墓地の絵、うん、激ムズやった場所ですね。そうっすね、何周もしたって言ってたけど、俺もほんとここも何周もしたわ。ただ探し物に、はあ、隠れ物に関してはあっちも怖がりやから、怖くないとこに隠れてんじゃねえかなという想像でやっていきたいと思いますけど。どこにいるだろう、まあ、あ、もう入れんのか。謎を覚えてない、謎解きの仕方を覚えてない、どうしよう。こういうさ、寄り道にはいないの法則は俺は今でも貫き通してるんで、あまり寄らないでおきますね。ちゃうね、あそこにクラフトが落ちてた1個。なんかモってるまま出てきた、かわいい。今の踏んだんや、あれ右側の人、あれで踏まれるのもかわいいね。あの砂から出てくる手なんやけど、何のキャラやこの人。目立ちそうやけどな、クラフトは。あ、いたやん、そこにいるやん。いや、よかった、簡単やった。